ノギス各種ノギス。上からデジタルノギス、ダイヤルノギス、ノギスノギスは本着とそれに沿ってスライドする複尺からなり、対象の厚さや小道などを測定する測定器である。本着、複尺には爪がついており、対象を外側から挟んだり、対象の内側に当てることなどができる。単に、ノギスといった場合は一般に複尺にバーニアメモリを備えた。 工業用のものを指し、100分の5ミリメートル単位までの精密な長さの測定ができる。工業用のノギスは、日本産業規格ジス B7507 に規格が示されており、バーニアノギスの他に数値読み取り部分が、ダイヤル式のダイヤルノギスや、デジタル式のデジタルノギスなどの種類がある。現在では、デジタルノギスがその利便性によって普及している。 ホビー用途など、制度を要求されない場面では、バーニアメモリを持たないものも使用され、これらは、簡易、ノギス、ホビーノギスといった名称で呼ばれる。日本での一般的な名称ノギスは、精密な計測を可能にするメモリを発明した16世紀ポルトガルの数学者ヌネシュの、ラテン語名に由来するのニュースが点火したもので、日本にはドイツ語あるいは、オランダ語経由で入ったとされる。 法術の通り欧米言語のノギスは、メモリや伏尺に関する名称で、器具全体を指す名称として定着したノギスと直接対応しているわけではない。ノギスは、英語では、キャリパーと呼ばれる器具の一種であり、バーニアキャリパー、ダイヤルキャリパー、デジタルキャリパーなどと表現される。ただし英語で、キャリパーと呼ばれるものの中には、外パスや内パス、ディバイダー、マイクロメータなど、 日本では、ノギスの範疇に含まれないものもある。日本語表現として、対象を挟んで、長さを測るものについて、ハサミ刺しの語があり、そのうち直弱に沿わせた、遊表を滑らせて挟んで測るものについて滑り、ハサミ尺の語がある。この語は、バーニアメモリを持たない、長さ計についても使用される。ノギスの各部名称、上口シデプスバー本弱メモリ本弱メモリ。 複尺メモリ複射メモリー指掛け上で物の外側の長さを測定できるほか、くちばしで内径、デプスバーで深さ、そして段差測定などもできる。基本的には測定対象を挟むためのスライド部分がついた定規と考えることができる。主弱のメモリーを細かくするのには限度があるので多くのノギスは読み取り精度向上のために複尺を持つ。 複尺には、主尺の4、5.9、10.19、20の間隔のメモリが用いられる。これは、細かいメモリを直接読むことを、人間が高い精度で、認識可能な直線のズレに巧妙に置き換えている。例えば、主尺が 1mm 幅のメモリのとき、伏尺が 0.9mm 幅ならば 0.1mm 単に、 0.95mm 幅ならば 0.05mm 単位で測定できることになる。ノギスの両方渦を用いて説明する。渦のノギスは精度 0.1mm。本弱は 1mm 幅で、副弱は 0.9mm 幅で刻まれている。上をスライドさせて測定物に当てる。上の例の点と本弱メモリから 1mm 未満を切り捨てた値を、 確定する。なお、物差しとは異なり、上の端と例の点を誤認しないように注意を要する。本尺メモリと複尺目モリが一直線上にある点を見つける。複尺の位置は0 1ト、mm、ルを示している。したがって、2 4トルイコール2 4 7トルであり、測定物の小道は2 4 7トルであることがわかる。このように、 本尺と副尺の位置メモリの差を利用して測定することによって本尺のメモリを細かくしないで精度を高めることができる。密度寄せダイヤルのギスダイヤルゲージと同様に測定する。読み取り精度 0.01mm 以上のものは一般的にダイヤルのギスか口実のデジタルのギスしか存在しない。本着に微小のラックをダイヤル裏にピニオンが付いており、上の動きを ダイヤルで読み取る仕組みである。また、前述の通りラックを用いているので工作時に切り子が入りやすく、一般的なノギスより注意が必要である。デジタルのギス測定結果を数値で表示するノギス。表示部には主にセブンセグメントディスプレイが使用される。絶対位置を測定するものとパルスを積算して相対位置を求めるものに分けられる。絶対位置を測定するものには、 静電容量式がある。これは、主弱と移動部に取り付けられた二電極間の静電容量が重なっている電極の長さに比例することを利用する。有電率が変化すると、静電容量も変化するので、水、油、粉塵などが間に入ると正確な測定ができない。インクリメンタル式には、光学式と磁気式のものがあり、どちらも主弱に、エッチングや磁化によって、 微小なメモリを記録し、そのメモリ分を移動したことを検出することによって間接的に距離を求める。特に磁気式は汚れに強い。本節ではバーニアメモリを持つものをノギスとし、バーニアメモリを持たない簡易ノギスと呼ばれるものは滑りハサミ尺とする。中国五漢時代の墓から出土した青銅性の滑りハサミ尺。 円形などのものの直径を挟んで測る器具として、現存最古のものは中国のもので、新王朝を開いた王網が紀元9年に作らせたものである。ヨーロッパの博物館には19世紀の滑り挟み尺が所蔵されている。なお、ヨーロッパでは対象物を挟んで測る器具として、17世紀にネジ式のマイクロメーターが出現している。日本語のノギスは、 のニュースに由来するとされるが、もともとその名は、精密な計測のためのメモリに関連する名称であった。ポルトガルの数学者、ペドロルネシュは、公開用の天体観測器具での角度計測の精度を上げるため、メモリの工夫を行った。精密な計測を可能とするメモリは、改良が重ねられた後も、ノニュースという名で呼ばれた。年、フランス人数学者、 ピエール・ベルニエはブルッセルで出版した数学書の中で可動式の補助器具を備えたバーニアメモリの仕組みを発表した。ベルニエ自身は自らの機構をノニウスの完璧な改良と考えていたという。フランスでは18世紀にこの機構をベルニエの名で呼ぶようになった。複尺または一目を細かく分割して読むメモリをノニウスと呼ぶことは 英語でも18世紀後半まで残っており、オランダ語のノギス、スウェーデン語のノニエスコラなど、いくつかの言語では、現代も残っている。古い工業機器を収蔵しているヨーロッパの博物館にも、古い時期のノギスは所蔵されておらず、滑り挟め尺とバーニアメモリが結びついた経過については、はっきりしない。日本の三重県四日市市にある博物館、はかりの館には、 フランス陸軍砲兵隊の工場で1840年頃に使われていたとされるバーニアメモリ付きのノギスが収蔵されており、現存する世界最古のノギスという評価もある。アメリカ合衆国のブラウン・シャープ社は1851年に初のノギスを生産したとしている。日本においてノギスがどのように使用され始めたかははっきりしない。 日本でノギスを制作した先駆的な事例が江戸時代幕末期にあるが工具としてノギスが広く使われるようになったのは大正期からされる。幕末期、江戸幕府が近代造船所として横須賀製鉄所、長崎製鉄所を設けて西洋の機械工作法を習得した時期にノギスも日本に入ってきたと考えられる。横須賀製鉄所ではフランス人技師、 長崎製鉄所では、オランダ人技師が指導に当たっており、オランダ語で伏尺を意味するノギスが、ノギスを経て、ノギスへと転化した可能性が考えられる。福井藩主、松平春学の命によって、王野矢三郎のりちかが制作した玉尺が日本国産初のノギスとされており、製作年代は1855年から1861年にかけての時期という推定がある。 バーニアメモリの理論は1783年に翻訳された証言儀用法で日本に紹介され、バーニアメモリ付きの八分儀も幕府に献上されていたとされる。大野家は江戸幕府御用時計士で、父の大野の行にはダイアゴナル、メモリ付きの滑りハサみ尺を製作した実績がある。使用記録がはっきりしているものとしては、1903年に 東京高等工業学校に招聘された WCA フランシス教授が持参した測定器具の中にノギスがあったことという。日本でノギスが工業的に本格的に使用されるようになったのは大正初期からでイギリスから波型ノギスが輸入されてからという。日本国内でも製造が行われるようにはなったが、1930年代までは輸入品がもっぱら国内需要に応じていた。 日本ではノギスは物差しの一種として扱われていたが1945年1月1日より土壌工法の上で直弱からノギスが独立して扱われることとなった。段差測定をノギスの機能に追加したのは日本の測定器具メーカーであるミツトヨ。ミツトヨのノギスの国内シェアは90%以上である。ありがとうございます。